控室でのスバーン、ダンスバーンは、アメリカ合衆国の男性プロレスラー、総合格闘家、ミシガン州、コールドウォーター出身、元 UFC スーパーファイト王者、UFC 殿堂入り、ダニエルスバーンとも表記される。卓越したレスリング技術とパワーを全面に押し出す、ファイトスタイルからザ、ザビーストの異名を持つ。整えられた口ひげがトレードマークである。 中学時代はバスケットボールの選手だった。高校からレスリングを始め、1976年にグレコローマンとフリースタイルで全国優勝を果たし、最優秀選手に選ばれる。アリゾナ州立大学時代にはオールタイムアメリカンに2度選ばれている。1994年12月16日、UFC4 に出場し、総合格闘技では、 珍しい完璧なスープレックスで相手を投げファンを魅了し、決勝まで進出した。決勝でのホイスグレーシー戦でも、全体的に押す展開となり、前線、最終的に三角締めで、ギブアップ負けしたものの、この一戦がスバーンの評価を高める契機となった。なお、UFC に本格的なレスラーが参戦したのは、スバーンが初めてで、この後にドンフライヤー、 マーク・コールマンなどのレスラーが参戦した。1995年4月7日、UFC5 でトーナメントに出場し、優勝を果たした。1995年7月14日、UFC6 のスーパーファイト王座決定戦で、ケンシャムロックと対戦し、フロントチョークで一本負けを喫し王座獲得に失敗した。1995年12月16日、 アルティメットアルティメット1995に出場し、準決勝でタンクアボット決勝でオレクタクタロフに勝利して優勝を果たした。1996年5月17日、UFC 級のスーパーファイト選手権試合でケンシャムロックと再戦し、2から1の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。1997年2月7日、 UFC12 の UFC 世界ヘビー級王座決定戦でマーク・コールマンと対戦しネックロックで一本負けを喫し王座獲得に失敗した1997年10月11日プライド1でキモと対戦し時間切れで引き分けた1999年総合格闘技団体デンジャースンを設立した2000年2月8日 スパーブロウル16で、ジョシュ・バーネットに腕ひしぎ十字固めで一本負け。2000年9月22日、UFC27 で、ペドロ・ヒーゾにローキックで TKO 負け。2005年4月16日、UFC52 で電動入りを果たした。1992年、UWF インターナショナルのリングで、初来日。これは当時 UWF インターナショナルの 最高顧問を務めていたルーテーズの推薦であったとされる。テーズはスバーンを典型的なシューターでレスラーとして十分な素質があるがアメリカンプロレスでは成功しないと評しており本人にも日本行きを強く進めたという。1998年には WWF に登場。また新日本プロレスをはじめとして ゼロワンなどの各種プロレス団体にたびたび参戦したが、対戦相手を生えさせる受けや技の見せ方といった、プロレス独特の技術が、乏しく、あまり器用なタイプではないためスポット参戦に止まった。1999年3月14日、UFO で行われた、NWA 世界ヘビー級王座戦で、小川直也と対戦し、チョークスリーパーで敗れた。六月十九日には UFO で、 ジャスティン・マッコーリーと対戦し、敗れた。2019年9月19日、TCW 新宿フェイス大会に参戦し、スワマ、内田昇ボルトの石格闘技戦、トリプルスレッドマッチに出場した。ありがとうございます。